ムライドッカーン。皆さんこんばんは、ランランのモモにございます。よろしくどうぞ。今回は5月の家計簿を発表しよう。毎月恒例の家計簿公開動画でございます。皆さん、いつもたくさんのコメント、視聴、本当に、キニオーキニこんなんもあるんです。その前に皆さん、チャンネル登録しろよ。チャンネル登録してよー。前回の動画で結構ね、皆さんからいろんな節約術をね、聞かせてちょうだい、やーい、やーい、やーいとね、ちょっと言わしてもろたんで、今回、ちょっとコメントを最初にたらーっと読んでいけたらなと、まず質問で結構あったのが、ももちゃん家計簿何でつけてるんっていうね、あのコメントがあったんですけど、こちらですね、家計簿ってアップルストアで売ってみてください。じゃあポンって出てくる豚の貯金箱のマークのあれです。続いてのコメントでですね、私の安いスーパーの見分け方は豆腐の値段、豆腐が安い店イコール他のスーパーより安い印象っていうのがありました。続いてガスの節約なんですけど、鍋底からですね、火が出ない、飛び出さない程度の火力がいいという。これは私も聞いたことありまして、強火でね、やったらね、あの時短になっていいんじゃないかって思う人多いと思うんですけど、あの鍋底よりも出てる火っていうのは意味ないらしいんで、それ、すごいいいアドバイスでございます。他には時短調理でレンチンをして火を使う時間を短くする、電気ケトルを使うなどしてガス代を、この方節約しているということで、この人は節約マスター。他には節約レシピで言うとですね、ひじき煮と卯の花は安いし栄養があるっていうので、魚酢の乾燥してるやつを買うたら1週間150円ぐらいでいけると、作り置きもできるから忙しいももちゃんにも向いてるかもと。ありがとうございます。ひじきはね、いいよね。若い子もっとね、ひじき安いし使ってこう、ひじきヘビーユーザーになってこう。以上がですね、コメントでいただいた節約術でございました。皆さん本当に、キニオーキニ。そうです。流行ってほしいなって思ってるんです。そして、前回の、神戸旅行の動画でもありました通り、私ただいま、バーコードを、清めておりますので、ここばっかり見ないように気をつけてください。そこのあなた。ということで、5月の家計簿をどんどん発表していきたいなと、うやっまず、食費でございます。15,241円。前回は12,000円台だったので、ちょっとちょい上がりかなと思っております。やっぱ純粋に物価の高騰が、やっぱもう鍋もできません。ってなったらもう結局、麺類とかが安いからなっちゃうねんけど、そこの女子、ストッピング正直、ライフとかやったら3玉で100円、200円ぐらいのやつとかあるんですけど、太る。だから私は、糸こんにゃくを推奨します。糸こんにゃくは 200g ぐらいあって、100円ぐらいで、カロリーも低いんで、焼きそばに手が伸びそうになった時、ちょっと待って、糸こんの存在忘れてね。一回、私のこの声、思い出してください。一人暮らし、栄養偏りがちなんで、まあ、糸こんもね、ちゃんとしと、糸こんに栄養があるからか知らんで。でもなんか透明やしさ、まだなんか、中華そばとかよりは、マシやろ。続いて、お酒代ですね。まあ、外食費やと思ってください。17,013円。はい、まあ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 。でも前回21,000円やったんで、まあここでうまいこと、食費とのバランス取れたんじゃないかなとは思ってます。でも私、お酒好きなんで、居酒屋で酒を我慢する。でーきょい。ただ、なんかもう、サクッといかへんとか、同期でパッて飯いかへんなった時は、安い居酒屋ポンって行こうとか、もうそれこそやっぱり最近は、鳥貴族。もうあれはもう頭上がらんね。メガジョッキ2とメガのレモンチューハイ行ったら、まあまあええ気持ちになって帰れます。サクッと行きたい日、今日はがっつり行きたい日、ここね、ちょっと切り替えたりするだけで、だいぶ節約できると思うわ。続いて、日用品の発表をしたいと思います。5,665円!今月は消耗品を買いに行くのがオフシーズンでございました。私は、最近ね、トイレットペーパー、2倍分巻いてくれてるやつ、2個分、3個分巻いてくれてる、ごっついトイレットペーパー結構売ってたりするんですけど、私はね、
あれね、何メートルかを計算してね。何メートル、だいたい、80メートル。80メートルで何円か。1円単位なりを計算して、1回分のやつか、ごっついやつ、どっちが安いかを、もう、薬局で5分10分計算して、それで、ウィラーってやってるんですけど、今のところ、安いトイレットペーパーが2倍ロールとかのやつを出してる場合は、2倍ロールの方が安なってます。ただ、会社が思いつきで、おい、2倍ロールやってみようって言って、やったやつは結構高いです。なんか2倍ロールで、こんだけやったら安いんちゃんって思っちゃう人、意外とね、計算したら高かったりするんで気をつけてください。だから、たまにさ、お得パックとか言って、ボディーソープとかね、シャンプーとかね、ごっつい2倍のやつとか、ね、柔軟剤とかあるでしょ。あれ、2倍で安いと思ったら、あれたまに落とし穴あるから。大黒とかは意外と、ちっちゃい1個を2個買った方が安い時あるんで、これ、気をつけて。続いて、交通費の発表です。8355円皆さん、あれからハローサイクリング使ってくれました？ループよりとかは、お得やでっていう話はしたじゃないですか。でも、あれ、まあ、言わしてもろたら、30分乗るなら、ハローサイクリングとかの方が130円でお得だよ。ただ、ループは、1分15円なんですね。だから、5分やったりとか、2分で行けるところを、2分ぐらい走れよなんですけど、そういう短い距離やったら、ぶっちゃけ、ループの方がいいかもなんですけど、1分15円でしょ？ 10 分乗ったらもう、この時点で150円なのよ。やったらやっぱりでも、30分で130円のハローサイクリングの方が私はいいんじゃないかなって思ったり、ハローサイクリング、こっからどんどん増えてってって思いながらも、まだまだね、ループに比べたら数が少ないんでね、私のこの小さい小さいチャンネルですけども、頑張って普及したいと思います。ハローサイクリング流行れー！見てくれてるみんなに届けー！私マジでその PR 大使でも何でもないんですけど、ほんまに私がもう案件関係なく普通におすすめしてるだけです。続いて、交際費の発表をしたいと思います。こちらはですね、いつもお世話になっている大切な仲間たちにプレゼントをあげたりだとか、後輩たちと飲みに行った1ヶ月のお金をまとめて交際費とさせていただいております。48,469円ヤングの組長のお誕生日プレゼントを買ったりだとか、母の日を買ったりだとか、一億さんの英語禁止配信のね、メンバーの一億のケンシロウさんにみんなでお誕生日プレゼントをあげたりだとか、5月の頭のゴールデンウィークの方に行った、お母さんと一緒に行ったランチの、お金だとか、他にはね、最近私ね、かけろライブ、毎日ね、吉本漫才劇場で平日のね、夕方ね、だいたい17時から17時半ぐらいからね、あるライブありまして、若手のね、芸歴8年目以下の子が出てるかけるライブがあるんですけど、私が一番、今芸歴8年目だからね、一番トップなのよ。だから、最近はやっぱこう、新しい子もどんどん入ってくる中で、かけるライブの日は、できるだけ仕事がなかったり、ね、予定がない限りは、みんなとかけるメンバーと飲みに行こうという企画を自分の中で設けておりまして。一発目はですね、ドンチッチの青木と宛先プレーンのタカマンと一緒に二人で行ってきました。結局2軒行ったんですかね。1軒目立ち飲み屋。で2軒目は、座りの席で行ったんですけど、初メンバーやったんですよ。青木とは行ったことあったりするんやけど、タカマンとは行くのちゃんと初めてやったんやけど、めっちゃ楽しかったですね。またみんなで行きたいと思います。他で言うと、毎度ながらの梅スピカの原本とも、行ってまいりました。何喋ったっけなぁ。ね、その時はいつも大社のシンジと一緒に、行きましたね。結局最後、あれ、どうしたんやったっけな帰り。あー、違うわ。お耳にセニョリータでね、紹介してるポンデナ、ぜひ、見ていただけたらなと思うんですけども、ポンデナで2軒目は楽しい会を過ごさせてもらいました。同期の、いつも大社のシンジともね、よく行くようになって、最近もちょうどシンジと行った時に、シンジの YouTube で、飲んでる姿をね、動画で、YouTube で上がってると思うんで、ぜひチェックしていただけたらなと思います。他にはですね、トンズとイーちゃんと3人で、スナックトンズのね、配信があるんですけど、それ終わりに、みんなでご飯に行きました。スナックトンズ、次はね、7月の9
9日にある予定だと思うんで、もうみんなでもただただもうここでしか言われへん話を、もう酒飲みながら、もう悪口なりいろんな話もブワーってね、おのおの思ってる悩みとかをもうそこを赤裸々に、喋ってる、配信なので、ぜひよかったら見ていただけたらなと思っております。こんな感じですかね、交際費。4万。これ最近もう家計簿やって思ったけど、もうわしはなんかこう、みんなと一緒に楽しむっていう方が、肌に合ってんのかもしれへんな。一人サリーですね。支払いは、77,338円。ほんま支払いムカつくわ。前回と、ほぼ、誤差、なしです。電気代、2094円。ガス代、2965円。まだ私んちクーラーつけてないんでね。水道代、1823円。やっぱね、水道代なんでそんなにももちゃん安いんですかって言われたんですけど、これ、ガス代とかは上がるかもしれんけど、私はめっちゃ、シャワーとかも、つけたり消したりしてるかも。洗うときは、流しっぱにせえへん。シャワーって当たり前にみんな流しっぱなしにしてないかなっていうのは心配してます。なんで、今の私のお家は、もうもともとなんかこう、オンオフ、オンオフがあるんですけど、もしついてない一人暮らしの子は、ちゃんとシャワーヘッド買って、オンオフできるやつを買った方がいいと思います。あれでだいぶ節約できるし、シャワーの根元とかを節水バージョンにしたりするだけで、だいぶ落ちると思います。続いて、Wi-Fi が2750円。携帯代が、Amazon プライムとか、プラスの Apple で買ってるギガを足しましたら、5106円でございます。高い。前3000台やったからな。今ね、前までね、ソフトバンクの Wi-Fi 使ってたんですよ。家族割みたいなのになってたんですけど、多分それがなくなっちゃってるんですよね。まあでも Wi-Fi その分めっちゃ安なってるんで、まあええかなっていう。で、プラスね、前回より3000増えてんのはね、これ病院代です。耳鼻科と、あと、私ね、前なんか思っきりパーンこけてもうた時に、膝がずっと痛くて、で、その膝怖くなったんで、整形外科行ったんですよ。ほんなら大丈夫だよ、さーって言われて、あ、大丈夫なんかーいと思ったんですけど、それでございますね。その他、家賃があったりだとか、国民健康保険があったりだとか。ということで、合計を発表したいと思います。174,801円!前回よりプラ1万ですかね。まあでも正直、まあ母の日あったりお誕生日あったりとか、多分その1万かなって思うんで、全然打撃ゼロです。なんかこれをなんかバッカみたいになんかパンツ買ったりとかやったらムカつくんですけど、でもそろそろパンツ買いたいんですけどね。ちょっともう股のところが薄なってきてます。ちょめ!それでは5月のお給料を見まして、今回の総額使った分、赤字か黒字か発表したいと思います。黒字ー!イエーイ!やっぱりね、私的に、まあ、1年をかけて、どんどん、毎月の最高額は叩きたいなと思うんですけど、前回よりは、低かったです。しかし、前回もね、正直、しっかり貯金は、できておりますので、何かあっても大丈夫かなと思います。私の母の教えはですね、一人暮らしするときに、何かあっても大丈夫なように、3ヶ月暮らせる分の貯金は、しときなさい。お母さんからの教えがありまして、最初はなかなかその貯金が難しかったんですけど、今は、最低でもその貯金はずっとキープできてますんで、このまま頑張って、で、家族にね、旅行連れてったりとか、遊びに行きたい時にパッと遊べるお金っていうのをね、する貯金も大事にしながら、ひもじすぎても悲しいですやんか。このうまいバランスでね、やっていけたらなって思います。ということで、ここからは、ご褒美のコーナー!イエーイ!1ヶ月、頑張りました。私に、ご褒美を買いました。それは、こちらです!たらーん!私、メッシュキャップがずっと欲しくて、今回はこれを買いました。ZOZOで買いました。真っ黒やったら重たくなったりするんですけど、このなんか後ろのベージュな感じと、この感じがすごい可愛くて、あー、バーコード。可愛いですよね、めっちゃ。なんかこういう普通のジャケットとかにもポンって合わせてきたりとかしたら、夏めっちゃ可愛いんじゃないかなっていうのと、純粋に、群れて頭臭なりません。ぜひ、皆さんね、ZOZOTOWN で、あー!グ
はい。もう。ということで、以上、ご褒美のコーナーでした。ということで皆さん、最後まで見てくれてありがとうございました。他にも私、こんな節約術ありますせやったりとか、私に聞いてみたいね、節約方法やったりとか、家計簿の質問があったりしても、どしどしコメントでお待ちしております。ということで、よかったと思った方、いいね、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。バットは、ブー！それでは、ごきげんよう。またねー。